はい、こんにちは。お家でできるトレーニングやってみよう。さあ、今回は片手バランスに挑戦しましょう。さあ、片手バランスみんなできるかな。さあ、体に力を入れて頑張ってみましょう。今日はなんとダンスの先生が撮影に協力してくれているので一緒にやってもらいたいと思います。高尾先生、どうぞ。お願いします。はい、じゃあ今日は高尾先生にも一緒にトレーニングやってもらいたいと思います。頑張ってください。頑張ります。はい、じゃあ早速やりましょう。やりましょう、やりましょう。はい、それでは、片手バランスになりますが、肘をつきます。はい、横向き、レベル1から5まであります。はい、1個ずつやっていくのでよく見てください。はい、じゃあまずはレベル1、膝を曲げて、はい、お尻を上げましょう。手を上げて、はい、これがレベル1。はい、レベル2、足を上げましょう。さあ、上げられるところまで上げる。やばい。さあ、お尻が下がらないように頑張ってください。だいぶやばい。はい、じゃあレベル3、足を閉じてお尻を上げる、膝を伸ばします。はい、きつくなってきた。はい、お尻をもうちょっと上げましょう。やばい。 OK。 やばい。はい、レベル4、はい、このまま足を上げる。あ、これ一番嫌い。おお、これ一番嫌い。はい、ここまで来たらレベル5、重りを準備して。ないけど。高尾先生、ないけど。ないけど。はい、上げる。無理。はい、頑張れ。やばい、きつい。はい、5、4、3、2、1。はい、オッケー。ナイスファイト、高尾先生。きつい。はい、こんな感じで片手バランス、お家でぜひやってみてください。お父さんお母さんもお尻やお腹周りの引き締めになるので、ぜひ一緒にやってみてください。はい、チャレンジ、頑張れ。頑張れ。よし。あ、いい汗かいた。はい、ありがとう。いい汗かいた。